こんにちは、ブルホスです。ということでやってまいりましょうか。100年目に破産する社長、ブルホス、やってまいりたいと思います。26年目、新学期、始まるよ。ランドセル背負って友達100人食べるかな。100人を食べたいな、人種さん。100人食べたい人種ってどんな人種なんだろうね。でもなんかどこかのさ、国というか、部族でさ、あれじゃなかったっけ、なんか、共食いをするというか、人間を食うみたいなのがあったりするらしい。あとなんか、成人の通過儀礼でさ、なんか1週間かなんかそのくらいさ、毎日ボコボコにされながら、それを通過することができて初めて大人になれるみたいな、なんか超過酷なさ、なんか部族とかもあったりとかしてさ、まあ世の中日本人のようにさ、ありがたくぬくぬくさせてもらえている環境の中で考えられない、なんだ、8億。いや、借金生活をしてるから、はい、売却、じゃねえんでしたね。よかったね、国からそれをやってもらえてる。で、ということで、はい、1出しておしまいでーす。ありがとうみんな大好き、チュッ。うわ、すげえ、お花が綺麗だな。あれ、これ、ラベンダーの時とかがあるところなのかな。ラベンダーアイスクリームとかさ、あと確か何だったっけ、何かがあるんですよ。じわじわ増えてってる。はい、サンライズが一番乗りどんどんお金だけ増えていきますね。ありがとうございます。ちょっとそろそろ物件もね、グリッといっぱい買って資産を増やしたいところなんですけどね。チャーチャーチャー、幕張メッセ、メッセ、幕張。ってことで一番遠いところになっちゃってるんだけど、ここか、オールナハウスですね。あれ、ラベンダーどこだったっけ、ラベンダー、フラノだ。うん。フラン。それは、あれだね、雑貨屋さんのお名前ですね。ってことで、戻らないかーい。そっち進んでいくのが早いのかな。ロークジョー、はい。ちょっとずつ小銭を稼いでって頑張ってくださいね。ボンビー、ウルリンウルリン。今買ったところ全部売られていくのねん。うん。売られないような土地買わなきゃダメよ。そんなね、もうちょっとしたお金をかけて、11マス、こいつがゴールをさせることだけは絶対に防ぎたいところでございますんで、星飛びます、吹っ飛びます。恐れ山とかまで行けるだけでもだいぶ近いんだけど、佐久間か、ちょっと待って、あと何マスで26って書いてあったよね。26だったら望みカウントに近づいた方が早いんじゃないか。7マスしか進めないくらいだったらね。ほら見てみそう、カニ味噌、脳味噌、チュルチュル。あ、ちょっと待って。これさ、すげえ嫌な予感がするんだけど。これ追い抜いちゃうんじゃないか？あれ？ですよね。です。あ、じゃあいないんだ。あれ？あれ？貧乏、ボンビーチンチンはどこにいるんチンチン？じゃあ、こっちです。しかもあと5マスっていうことは、じゃああと4マスか。うん、ちょこ、ベイベイ、よっしゃー、ありがとうございます。ということで、スペシャルカードを使って、あー、なんだ、お前が待ってたのか。あれ？そうだ、あなたの方が遠かったですね。6月です。私の、なんで陽気日なんだよ。こいつがお金持ったところで、3、2、1、全額募集、全土地募集、1しか進むことができません。東海大苫小牧、あれ違うな、北大苫小牧だったっけ。なんかとりあえずあれだよな、あの人の母校ですね、苫小牧という10億。はい、借金。いやー、もう本当にね、多分ね、俺が目指すべきはこういうところだとか、この中25年間こうギリギリを生きていくか生きていくことができないかくらいのさ、こういう借金を背負う生活みたいなとかやっていったら、100年目も、あ、無事こいつ破産することができそうなんだな、みたいなこう姿が見えてたのかもしれないけどね。ここまでお金を持ってしまったら、私果たして破産することができるんでしょうか、できるんでしょうか。なんで今3を選んだんだろうね。はい、3、ごちそうさまです。はい、こんなにわずかにゴールにたどり着くことができるので、皆さん、移動手段がないでございますか？幕張メッセ行ったことがありますよ。かなり広かったよね、あそこね。普通に、なんだろう、IT 系の展示会か何かで行ったんだけどさ、4連続、やった！一気に売却月収200億、現金200億突破！ありがとうございます。さあ、まだまだ行きますよ。ブルホス社長には、こちらです。岸和田だんじりですね。そういえば、いとこは岸和田の男と結婚したっていうなんか情報があったな。これ全部は買えないから、東京ネズ、スタートトゥモローってどこなんだろうな。これ千葉ロッテマリーンズです。イベント会場、まあ、このくらいにしておきましょうか。はい、オッケー。ホテルあれかな、東京、ディズニーランドホテルと、あと、あれですよ、ホテルミラコスタかな。でもあれだよね、つい最近新しくさ、ディズニーパーク内にホテルができたんだっけ。で、一泊30万とかって、超スイートみたいな。まあ、いずれ泊まるけどね。まあ、いつでも泊まれるけどね。ごめん、ちょっと見え張った。そもそもまず宿泊できるかどうかっていうところだ。うわ、ギリギリよかったね。借金背負わないで済んで。うわーん、陸路頑張っていくんだね。
ね、ほいほい頑張って、じゃあちょっと待った。俺もリクル行かないといけないと、しまった、星飛びとかで生きるわって思ってたけど。え、何してんの?あ、なるほど。で、あい、おめでとうございます。借金生活、地元の人として恥ずかしいことを何度も何度もさせるんじゃないよ。うわ、前、一気に30億も稼ぎやがった。そう。じゃあ、そんなあなたにデビルを発見させましょう。はい、ちょっと、使うの、でもきっとライバルを厳しく、そうです、そうです。はい。というデビルたっぷり派遣しちゃいましょう。さらばだ雷神、お前には、お前散々人からな、去年さ160億奪ってんだからさ、借金くらい背負ってみたらどうだっていう話なんだよ、本当に。もうしかも借金をさ160億さ背負ったくせにさ、なんか3ターンくらいで160の借金じゃねえ、160億もさ俺から奪っておいてさ、一気に3ターンで160ちゃりゃ、なんか20億か30億か借金生活過ごしてたよね、本当に。もう本当、人からの恩をさ、なんかもう果てしなくあだで返すみたいな、そういう感じだよね。マジでありえないんだよ。デビルから奪われても大丈夫やなように、お金稼がせていただきますってか。まあでもね、借金生活、はい、残念でした。そして売ることができませんでした。お前は再び借金です。さあ、浅草にカムバックしてなんとか借金を負わないように頑張っていただいたらよろしいんじゃないですか。ということで星飛びます。星飛び残しててよかった。あ、牧野がいい。牧野高原の牧野かな。滋賀県へぶっ飛んでいきましょう。だよね。牧野高原って確かなんかあれだったもんね。お払いカード、あ、でも、そうだね。お払いカード別にいらないです。急行カード安っ。ポイントを使って何か買えませんから。あ、特急カードいいですね。特急とぶっ飛びはでも微妙なんだな。1億、これで、買うことができなくなりました。じゃあ、特急を買いましょう。あれだから、あ、そっか。まだ2倍のまんまか。これ何年か経ったら、またさらに運賃が倍になりますみたいなとかって言われたりするのかな。結構そうなってくると辛いっすよね。まだ買えるかな。オッケー。はい。ありがとうございました。でも、90億もだったら6億くらい特急収入ボコボコ買ってた方が良かったかもしれない。ごめんね。うわーで、またこれ、あーもう毎年台風を切ってくんだよ。那覇で止まっとけよ、もう。また40数億取られんじゃねえかよ。ヤシャ姫さん、お尻丸見ありがとうございます。後ろの女子高生も10泊のパンティーごちそうさまでございます。毎年怒ってくんじゃねえよ。これずっと来んのかな。で、またあれで6年26年ですよね。4億、はい、借金、じゃあ持ち金、はい、借金、どんどん増えていく。まあ、よかった、払い切れる額持ってて。これじゃあ2000億の旅が全然ダメじゃん。俺、まだ物件全然買えてないのに、今年。ほんとマジでテンション下がり散らかしてるわ。もう、ありえないね。はい、はい。キングボンビー伝説進化して、ゴッドどうにか、はい、ゴリゴリゴリってなってくださいよ。もうどうせならデストロイなら、デストロイ。あ、じゃあこれ自分の宇宙奪うやつかな。なんだ、ただ安しいやつじゃねえか。お小遣いくれちゃいなってか、ベイビーだよ。本当にもう。ベイビー、I love you, I need you, I hope you. まあ、またさらに借金増やすのか、どんだけ借金、あれだろ ?2 出す借金をしてる、売りねんですよねつって助けてもらうつもりなんだろ。でもその次のターンまたどうせデビルで奪われていくんだからさ、頑張れ。ということで、あと14マスか。あと14マスで急行カードも積んでないから、じゃあゴリッと近づいておきましょう。じゃーん、じゃあ、めっちゃ近づいてくれますやん。ありがとう。次、止まります。こっち進んで、ちょっと待ってね。どこ進んでいくのが正解なのかな。南波とアブロフス結構いけんな。天王寺は？あ、天王寺でも全然持ってないから、誰かに取られるくらいだったら、私が天王寺を買い占めて差し上げましょう。アベロ動物園、ゲッチュー。違う。なんだっけ、天王寺動物園。2023年の、10月、9月だったか10月だったか、猿が逃げましたみたいなニュースがね、チンコンカンコーンって流れとったけど、はい、お金稼いで頑張ってね。じゃあなたらお小遣いでどんどん欲しいのねんつって。でもさ、1800万程度のお小遣いで何が今更できるっていう話なんですよ。はい、そこら辺のキャバクラ買い占めることができそうです。ということで、なんだよ、お前も、今更借金をさ、こうやって頑張ってるさ、浅草に泊まることを頑張って粘りなさいよ。粘りなさいよ。どうせまた5億6600万。はい、どんどん借金返してて。おー、来た、ありがとう。中村泣いてみせましょう。ホトトギス。カンカン、ありがとう。ごちそうさまです。ほんと、マジでこの人役に立つんだけど、豊臣秀ちゃん。ありがとう。そして2、堺で、じゃあ包丁を買って分ましましょう。なぜかアサヒビールが、あれですよね、アサヒビール工場じゃなくて、こう3億、唯一包丁を買うことができませんでした。まあ、2億くらいちょっと手元に残しておきましょう。うん。
そう、なんだっけ、ふるさと納税の返礼品で朝日ビール、あの、朝日、スープジュラー、めちゃめちゃ近づいてきますやん。そして、ボンビー、なすりすりすり、みすりすり、みこすりハンデー、果てちゃった、する気やねんか、果てにゃん、果てにゃん。なんか、そんな YouTuber かなんか、あの、インフルエンサーだったかよくわかんないけど、いた気がする。めちゃめちゃ遠いところにいるやん。元に戻っちゃいました。残念でしたね。次のターンからしっかりと苦しんでいただけたらいいでございます。さあ、お前もゴリッと近づいておかないと、このままではボンビーつけられてしまいますよ。さあ、どうするどうするって、なんか急に危機感を感じてさ、新幹線周遊してるね。もう借金背負うことがもう危ないっていうことがようやく気づけたのかもしれないね。そうです。今だったらゴールしたら19億を稼ぐことができるから、あなたの借金を一気になくすことはできませんでした。残念でした。22億も稼がなきゃいけないですからね。はい、ということで、1、ぬわん、周、まあ、でも周遊カードを、すべての周、あ、そうなんだよな、ね、周遊カード今持ってないんでございますよね。じゃあ、ってことは、店舗、ロックカフェ、ロックベルカフェ、映画ランドジャパン、あ、映画ランドジャパンいいですね。なんか、もう響きがかっこいいですよね。響きがかっこいいんだけど、買えない、大阪、あ、大阪買いましょう。帰ってきた。そう、どっかにお出かけしていた宮田メンジさん買ってあげましょう。まとめて買いましょう。ハリハリ鍋や、あ、でも結局手持ち金額が、あーと言いながらも1億もあれば十分でございます。私、1億があれば、いつでもどこでもそこでも貸して、うんち漏らすことができます。さあ、頑張ってくださいね。さあ、頑張ってゴリゴリっと、近づいてきてきて、カード物件飛び、うわ、物件飛びって言うんでも、あなたは残念ながら、今、返し見ることができるほどのお金、財力を持つことができていないんですよね。私みたいにゴリゴリと、あ、でも私も1億しか持ってなかった。今だったら言うことができないので、ペロ、うんぷろ、うんぴょ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 。さあ、これで、こっちの方に近づいてきて、あ、こっち。近づいてきてくるが、男であそこは何の島なんだ。あそこのなんかあの星に泊まることができればすごくとてもいいカードが手に入ることができるんじゃなかろうかってそんな気はするんですけど、残念周遊、あとでも残り9マス割と近づいてきていて、今私の心臓がドッキンドッキンバックバックしております。さあ、リトルデビルで、はい、さらに借金が増えていて、さあどうなる、28億円、ごちそうさまです、ありがとうございます。残り5マス、さあここで、特急を使うべきかサイコロで使うか、そう私はサイコロでこう出すんですね。そうなんですね、私は全て有言実行、ありがとうございます。皆さん近づいているにもかかわらず私にたどり着くなんか一切できない。さあ、ハニワ土偶、ハニワと土偶っていうのは時代が違うし見た目が違うのでね、ちなみにここに今映ってるのは古墳の周りに飾っておりますので、これは、全てハニワということでございます。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにですね、あとハニワですね、光った新幹線周遊ありがとうございます。これで、でももうちょっとできるんだっけ、あれ、OK なんだ。持てる。わー、急に、アイサイヤーって、はい、ナンクルナイサーって来たな。はい、サーイ、はい、サーイ、ブルーホース止まりました。じゃあ、ここは全てじゃあ、買っちゃいましょう。チャー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 。ちゃー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 、あ、でもちょっと待って、物件飛び周囲を持って、じゃ、物件飛びカードを持ってるバカがいるだな。バカって言っちゃダメです。はい、アホって言っておきましょう。アホの方がなんか、うわー、中になんかすごいのが現れてる。なはなはって、ジャングリアー頑張りましょう。うわー、なんかめちゃくちゃ出会うことができたら、良さそうなおじさんが現れたら、ハーナサーカジーさん。でも、ちょっと待って、父死んでんじゃん。ちょっと、ポチ死んでる、大丈夫？長くない長くない、浦島レストピックスですけど、早くも沖縄桜海岸しました。はい。はい。マンガン考え、マンガン考え、マンガン唐辛子が、やった！今日3億5000万ありがとうございまーす。桜鉄道39、よっしゃ、できました。今なんて言った ?50 何マス？うわ、そこまで。博多の塩。博多の塩ってそこなんだね。へぇ。絶好調崩し、まあ絶好調に誰もなってないところで、そんな崩しカードをもらったところで意味がないんですね。はい、ということで、シャッキチャーチャーチャラチャー。さあ、頑張ってね。はい、スター・ウォーズ、バック・ザ・フューチャー頑張ってくださいね。はい、全然映画会社が違います。ドゥ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 、バーブクバッパ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 ッ、でも27って、今多分こいつが一番近いんじゃないか。俺がなんかゴリッと通すって5200。はい、さあ、いいですね。どんどん借金が増えていきますね。果たして貴様に、勝つ望みは残っているんでしょうか。ということで、新幹線周遊なんだけど、27マスちょっと遠いので、一気に近づきたいと思いますよね。はい、空路を通っていきましょう。パパ、陸路行く方が、あ、じゃあ、こっちか、こっちか、どんどんどん。てっきりそっちから行ける。はい、関西国際空港から関空便で飛んでいきます。ピーピー。はい、残念でした。はい、鈍足、元年、丹年。違う、こっちか、こっちか。チュイーチュイーチュイー、ちょっとすげえ嫌な予感がするんだけど、これすげえ嫌な予感、 ありがとう、私は持っている男でございます。持ってまし、2000万かよ。そんなはした金もらったところで物件2つしか買うことができないんだよ。あ、結構十分な額じゃない。なんかまた飛んできた、クルメでラーメンくるくる、なんだ、レインボーナイツ、レインボーロードをかけろって、レール、レインボー新幹線特に超絶好調、しかもどの人でもカードがなくても、それマジで、ちょっと待って、レインボー行きたいな。うわ、どうしよう。あ、でもここに来ちゃったんだよな。
わー、でもレインボーと重なることができるでしょ。レインボーと重なって一夜過ごすことができれば OK ってことでしょ。はい、遠ざかってバイ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 、はい、福知山まで戻ってください。あー、今治まで戻ってましたね。はい、今治タオル、いや、柔らかくて気持ちよくて美味しいですよ。食べたことないから分かんないけど、味までは。うわー、こいつになんか抜かされそうな予感。どうしよう、ゴールにたどり着くのか。なんでここでぴったり重なってくんだよ。私と一夜過ごしたいってか。いいでしょう、私は。何、いただきます、もちろんいただきますよね。はでは、また今度いい人を見つけましょう。何、何いただきますか、カードモード。あ、一匹いな、あ、二匹ともいなくなるのかよ。なんだよ。小銭を奪ったところで、ちょっと待って、ね。こっちの、レインボーまでは、ここ何マス、ちなみに。違う、クルメ。はい、つくしジローとも言われる。ちょっと待って、とりあえず出すカードによるな。じゃあ特急で、出して、ちょっともう、これはね、目的地別に取られたところでね、構わない。これどっち行く方がいい？どっち行こう？あ、でも、あいつなら俺と重なってくる人じゃないか？一夜私と過ごしませんか？うふふしてくれそう。ということで、お殿様か。そうだよ。しかもこれがさ、これがあればさ、ちょ、1枚で十分です。これがあれば、そこで10、オッケー、ポイントで、あ、でも今あれか、今全部持ってるから、オッケー。ということでさ、レインボー新幹線、私の方に近づいてきてください。こっちこっち、なんで離れるんですか。あー、めっちゃ売られてる俺、ありえない。お前九州で発生したくせに、なんで三人地方まで飛んでってんだよ。わー、もうこれはゴール向かいます、無理です。しかも5出されたら無理やん、もう。あー、マジかー。あー、何のために俺頑張ったんだか。え、桜が開眼して素晴らしいと思ったら、鹿屋と鹿児島が大悲惨なことになるじゃないか。都城のあれだね。うわー、またかよ、もう。ブロス、独占宣告か、物件被害、これで失われるとかはないよね。6500、はい、いいでしょう。3億と、12億、はい、全然。あのね、台風が来た時の40億と比べたら12億がいかに優しいかっていうね。もう、でもそれでもやっぱ失われていく中も、都の島、アトランティスはやっぱきついなぁ。群青へ行け、あ、頑張って群青だけ。もうなんか群れが見たか群青だかわかんないけど、さあ今から急いでこいつに追いついていかなきゃいけないですね。さあどうしようかな。もうマジでレインボーに振られた時点でもうすげえショックだったんだけど、もう端っこまで行ったとしてもブルーホース、はい、オッケーです。ハイハンチケットライジングを飛ばしましょう。バイバイ。俺の方に来るのか。うわ、めちゃめちゃ飛んでいきますやん。重なったぴったり。あれ重なった場合、あれはどうなるんだ。でも30マスか、30マスだったら、俺がお殿様をゲット、いや、違うんだよ。お殿様をゲットしたタイミングでさ、俺普通にさ、もうゴールする気がなかったんだけどさ、急にゴールしなきゃいけないなっていう、なんか、至上命令が下っちゃったみたいな。あー、なんともまあ、後味の悪い26年目が終わりましたな。はい、こっち、向かって、もう、誰とも重なる気がないやん、お前。なんなん、ワンナイトラブ過ごそうぜ、俺と。本当になんなん、あのレインボー。まあ、さすがに希少価値が高いだけあるだよね。一気に毎ターンずっと張って、サイコロ8個もね、ゴロゴロ回せるようなね、カードだったとしたら、そりゃそうなるわなっていう話ですよね。くそ悔しいわー。あいつと重なりたかったー。足先から頭のてっぺんまで全部ベロベロ舐め尽くしてやりたかったんで、チクシッ。さあ、行きましょうかー。で、おなんだかんだでも200億カムバックしたね。ってことで、今までで最高収益じゃないか。ありがとうございまーす。ということで、はい。今回は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回パートもお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。